マリニー地区の古風な木造住宅ホーバーグ。マリニーは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズのダウンタウンの地域の一つである。観光地として、著名なフレンチクォーターから見るとミシシッピ川、下流川の隣に位置するこの地域は、略してマリニーと称されることもある。この地域は三角形に近い形をしており、最も短い辺がミシシッピ川に面している。上流側の境界線は、 エスプラネードアベニューで、この通りを隔てて、フレンチクウォーターと接している。下流側の境界線は、プレスストリート、あるいはフランクリーンアベニューであり、バイウォーター地域と接している。裏側の境界線は二通りあり、いわゆるオールドマリニーと呼ばれる地域を分ける線は、ノース・ランパート・ストリートである。ランパート・ストリートよりも裏側のセントクロード・アベニューに、至るところまでの地域は、 ニューマリニーとも呼ばれる。19世紀においては、マリニーはニューオーリンズの第3の基礎自治体であった。エスプラネードとエリジャンフィールズアベニューの間の三角形の地帯は、ニューオーリンズ市のセブンスワードの一部であり、マリニートライアングルと称されることもある。この他の地域は、エースワードに属する。ただし、プレスストリートを下流側の境界線とする場合、 フランクリン・アベニューとプレス・ストリートの間の3、ブロックはナインスワードである。マリニーは19世紀初頭にクレオールの基人符号開拓者ベルナール・グザビエ・フィリップ・ド・マリニー・ド・マンデビルによって彼の家族所有のプランテーションに設立された。当時はこの地域はニューオーリンズ市の境界線の外側であった。まず建設されたのは川に近い地帯である。 川から遠いセントクロードアベニュー川のニューマリニーは白人のクレオールたちが目掛けとその子息のために住居を建てた地域として知られている。19世紀初頭、白人のクレオールが有色人種の目掛けを持つプラサージュと呼ばれるこの地域特有の習慣があった。エリジャンフィールズアベニューはパリのシャンゼリゼ通りにちなんで命名されたが、この通りはフォーバーグ、 マリニーのメインストリートとして設計されたものであった。エリジャンフィールズはミシシッピ側からポンチャートレイン湖までの約 8km を直線で結んだニューオーリンズ発の通りであった。1830年から1831年にかけて通りの中心に線路が敷かれる形でポンチャートレーン鉄道が建設された。線路の終点の地域はミルンバーグという町に発展した。 マリニーのタウンスクエアである、ワシントンスクエアは、エリザンフィールズアベニューに面している。20世紀初頭、この地域の環境は大きく悪化し、ワシントンスクエア周辺の地域はその治安の悪さから、ルイジアナ州のアンゴラ刑務所になぞらえて、リトルアンゴラなどと称されるに至った。しかし20世紀の後半になると状況は大幅に改善することとなる。 1984年に開催されたニューオーリンズ国際河川博覧会の影響でフレンチクオーターの時代が急騰したことにより多くのフレンチクオーターの住民がマリニーに移住したのであった。フレンチメンストリートは市内でも有数のライブハウスやレストランが並ぶ通りに発展し地元民のみならず観光客も多く訪れるようになっている。マリニーはマルディグラの際 多くの人々が仮装をして歩く華やかさでも知られている。また、この地域にはニューオーリンズセンターフォー・クリエイティブアーツがある。マリニー地域出身の有名人としてはジャズピアニストで作曲家のジェリー・ロール・モートン、歌手のリジー・マイルスがいる。2005年8月29日のハリケーン・カトリーナはニューオーリンズの大部分に大きな被害をもたらしたが、マリニーの被害は他の地域より 比較的、軽かった。ランパートストリートより、川側の地域は、ある程度の風害受けたが、海抜が高かったため浸水は免れた。より海抜の低いニューマリニーは浸水したものの、他の地域に比べその水位は低かった。19世紀の洋式の高床式住宅の多くは、その床の高さゆえにより、被害の大きかったクレーボーオンアベニュー付近の住宅でさえも、 ひどい浸水を免れている。ハリケーンの2ヶ月後、ワシントンスクエアには、台所、家庭用品の交換所が設置された。マリニー地区の再開は9月から10月にずれ込んだが、これは、市の再開を ZIP コード単位で行うという当初の決定のためであった。マリニー地区は、被害の大きかった地域と同じ ZIP コードを共有しているのである。再開は遅れたものの、 その後は急速に復興した。ありがとうございます。